昨日と同様今日も終盤にかけて上げ潮水面となっています。ボートレース丸亀、この時間帯は比較的潮位は低いコンディションでレースが行われます。迎える対戦は第2レース予選競争です。1号艇前田翔太、2号艇辻映像、3号艇関博也、4号艇吉川元博、5号艇片岡正博、6号艇佐藤龍太郎、以上6名の対戦です。少し4号艇吉川ピット離れ下がり気味ではありましたが、コース取り動きなく定番通りです。インコースから1号艇前田翔太しっかり調整重ねて船足も上向きです。想定ボーダー 6.00 に対しては2走で12点以上しっかりものにしたいい線です。1号艇前田、2コース昨日トップスタートから逃げての勝利、こちらはこのレース勝負がけ2着以上が欲しいところ。2号艇辻映像、3コースから3号艇関博也、角の4コースから4号艇吉川元博、5コースに味元、5号艇片岡正博、サイアウト6コース6号艇佐藤龍太郎は整備をして、そして3着以上の勝負がけとなっています。定番通りの3対3となりました。第2レース予選競争進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。角1、4コースがトップスタート、4号艇吉川スタート後もここは出ていきます。1周の1マークス、しかし先前は1号艇前田、まくり出してくる4号艇吉川、さらには最内から6号艇ですが、ちょっとここは後ろもつれて向こう上面確定入っています。先頭1号艇前田、2番手4号艇吉川優勢、3番手5号艇2号艇接戦、後方一定アクシデント、なお2レーススタートは正常となっています。レースは1周2マークからホーム外へと戻ります。お知らせいたします。6号艇佐藤龍太郎落水失格、6号艇佐藤は落水失格となっています。レースは2周目1マークへと移っています。先頭は1号艇前田、そして2番手からは4号艇吉川、3番手に5号艇片岡となっています。バックに入って上位3艇1番4番5番の体制です。後方は2号艇3号艇と続いて、レースはこれより2周2マークへと移ります。上位3艇は1番4番5番、先頭は1号艇前田、2番手からは4号艇吉川、3番手に5号艇片岡となっています。第2レースを勝ちました前田翔太選手の登場です。どうぞ。お疲れ様でした。おかけいただきます。はい、ではまずこちら1着プレゼントの亀丸です。はい、ありがとうございます。渡しいたしました。ではまずレースから振り返ります。はい、風もちょっと追ってる状況ですよね。今日もねちょっと強くはなってましたね。ああそうですか。はい、その中でのまずスタートです。起こしからスリットまで、はい、どうですか。まあいいスタートいけたかなと思ったら 2,3 コースいなかったんで、ね、ちょっと焦りましたけど、やっぱり4号艇は意識しましたよね。そうですね。おちょっと危ないシーンがありました。知らなかったんで。そうですよね、はい、ちょっと後ろでで、吉川選手も、まあ、まくりに来る形で差しに切り替えたんですよね。はい、そうですね。しっかり見ながら冷静に対処できたかなと思います。はい、で2マークは先取っていきました。はい、はい、初日には、ね、5コースから1着も上がりましたけれども、はいはい、その後船足推移としてはどうですか。そうですね、レース足とかいい感じですね。スリットから出ていくような足ではないと思うんですけど、好きな感じです。昨日は安定板がつきました、はい、その中で道中接戦もあったんですが、そこで、まあ、正直安定板はない方がいいかなっていう感じはしてるんですけど、まあ、はっきりわからないです。でもいいところもしっかり感じながらということですね。そうですね、はいはい、さあ後半も1レース11レースの勝負がけというところにもなりそうです。はい、はい、枠が3号艇、はい、調整はそんなに大きくは変えないですか。もうずっとやってないです、うん、プロペラは、はい、ええ、はい、しっかり予選を突破していきたいですよね。そうですね、うん、たくさんのファンの方ここにもお越しいただいてますし、はい、今日来れなかった方もいらっしゃると思います。はい、はい、一言意気込みお願いいたします。はい、後半も集中していきます。応援してください。頑張っていただきましょう。それではカメラサインを頂戴します。後半カードはまあ4着以上ぐらいだとっていうところですかね。勝負がけの戦いぜひ皆さんご期待いただきたいと思います。ではポーズで締めてください。いただきました。アロハでいただきました。第2レース予選の競争成績です。
1着1番前田翔太、2着4番吉川元博、3着5番片岡正弘。